キャンペーンソングはね、正義の側にしてるんで僕ね、高田渡は名前ぐらい知ってたかなってぐらいだったんですけど、ギター教室でね、知り合った宮本くんって僕の一番若い友達で、まだ25ぐらいなんですけど、高校の時にね、なんか高田渡にハマって、なんか、今さ、武田渡好きですかって言ったら、知らねえよっつって。知らないですか。知らない。彼がね、よくね、歌ってたんで、いや顔でも覚えちゃった。変な高校生だよね、高田渡が好きって。リアルタイムの、だから淳さんとかだったらまだね、あれだけど、今の時代になって、まだ25ですよ。だからよくね、中学2年生ぐらいの時に僕の行ってるギター教室に来てたんですよ。で、可愛かったんで、よく親父連中が飲みに行ってたんですよ。お酒を覚えさせちゃった。中2だったんですよね。すごい可愛い子じゃないですか。で、すっかり酒が好きになっちゃって、高校生が。ということで、生活の柄ということで、おかしいですよね。キャンペーン実施中ですから。やべえ、なんかメガネかけて見えねえな。そう、遠近療養メガネ買おうかなと思ってます。あんまり分かる分かる、その気持ち。でもあんま良くないって説もあるよね。見えない方がいい。余裕だから。歩き疲れては夜空と陸の隙間に潜り込んで、草に埋もれて食われたのです。心構わず寝たのです。歩き歩き疲れ、歩き疲れ。